お久しぶりです。お久しぶりです。はっちゃんはお久しぶりだよね。あ、合ってる？合ってます。あのお店も来ていただいて。はい。本当は。はい。あの大変美味しい肉を食べさせてもらって。そうだよね。はいはい。店汚いんだけどね、うまいよ。いや、僕も行こうかなと思って、はい、聞いたらね、いつも満員ですって言うから、いや、予約しておけば、いやいや、もうでね、デーブがね、目の前でね、大汗ぶん流して肉焼いてくれてるんですよ。やっぱりこの、頑張ってるから見に来てくれるんだよね。最近サボって飲んでるだけなんじゃ、サボってても、でも顔出してんでしょ。もうそうですね、まあまあ、すごい楽しいですからね、自分の店が。あ、家で飲むのってあんまり美味しくなくなっちゃって。あ、最近どうなん店？こんなんす。あの、みんな死にます。新橋終わったし、五反田も終わってます、まあ、本当に終わってます。そうなんだ。あれ、自殺者出ますよ、本当は。わいや、借金返せなきゃ。そう、ね、みんな借りまくったのが返せないですから。そうか、うちがこの間、3人ですから、客まだ10時、時短営業。これいらないな、いらない、これがあるからな。最初からそれいらないかな、見えてない。ごめんねこんなに離れてるしねこれしてますしね。それしてるしね。もうこのメンバーっていうとね、あっちゃんね、あの1985年、はい、僕があの中日からトレードで来ましたね。来た年に、はい、デーブもあのドラフト1位で入った。はいはい。どんな印象でしたか。どれ？みんな、みんな。まあ、タオさんどんな印象ですか。タオさんはだってどうしたかのさ、何者で中日行ってさ、首位打者争いして経営されてブータレスな顔が印象に残ってますけど。で、そのままね、ライオンに来て、もう戦力アップしたよねって。え、誰と？あれはあれ、大石と杉本。はい、杉本。そうそう、2対1のトレードでしたか。そうそうそう。はい、僕はね、あの、覚えてるのはね、石毛の、あ、石毛が僕の、ちょうど、あの、あれが隣だったよね、あのロッカーが。ロッカーが、はい。はい、で、その逆隣が、あの、ピッチャーの、ね、直樹さん。大先輩。はい。几帳面な直樹さん。高橋直樹さん。本当貴重面なのよ。知ってます。クリーニング帰ってきてんのもう一回畳み直すと知ってます。いや、これがね僕のアンダーシャツまで畳んでくるだいたいタオさんまで汚かったですね。ぐちゃぐちゃつけたから。俺は普通、俺は普通。そうか、僕らは一軍にほとんどいないんで分かんないです。あ、その通りだな。聞きたいですよ。いや、ある時あのロッカー入ったらさ、あの僕のシャツが綺麗に畳まれてて、うん、あれ？と思って、これ石毛畳んでくれたのって言って、いや、直樹さんじゃないですかとかって言って、はい、あの先輩がそんなことするかなって。そうですよね、うん、直樹さん畳んでくれたんですよ、ちょっと汚かったからって言われて、はいはい、それは誰もがそう思うレッカーでしたよ。スパイクの歯も、あの、直樹さん磨いて、あの歯をこう歯ブラシで、はあ、でもあの頃強かったね。そうでしたね、まあ、うん、黄金期っていうか絶頂期だったんですよね。絶頂期ですよね、渡辺久信がちょうど出だした頃。あ、うん、僕が入った年だからよく覚えてるんだけど、ね、はいはい、久信がもうオープン戦の初戦からもうガンガン飛ばして、うん、工藤もいましたよね。工藤がその上でいて、はい、各体現体現で、アンニャアニャ音松、はいはいはい、東尾さんもまだ元気で、東尾さんもまだ元気で、はい、森重さんもいたし、森重が抑えして、うん、みんな悪が強いばっかだな。すごいっすよね。うなずきすぎだよ。いやいや、まあ、本当一軍行った時はブルったぞ、本当に。で、伊藤がキャッチャーで、セカンド辻でしょ、はい、で、サード秋山でしょ、はい、みんな監督してんだよ。おぉ、ね、俺らだって監督してるじゃないですか。俺らもしたけど。いや、だからあの当時のライオンズの連中ってね、いっぱい、ほとんど半分以上監督してる。確かにね。ね、でもまあ、あの根本さんがいらっしゃって、うん、選手集めて、はい、まあ、一番世話になったんですかね、ちょうど地元ですから、根本さんの最後で、うん、で広岡さん来られて、うん、ガンガンいじめられてっていうか、きしごかれて、広岡さんのイメージはどうなってる。もうなんか、おじいちゃん、あんまり接してないでしょ。え、いやいや、僕、広岡さんの最後のドラフトなんですよ。最後なんもん。ああ、そう、で85年で。僕の時は、なんかやっぱ、デブがコロコロしてる、転がってるのが楽しかったみたいで、いつも笑われてたっていう、おじいちゃんに笑われてるっていうのが、あんまり厳しい叱責はなかったんだ。もう練習がきつかったじゃないですか。怒られたことはほとんどないですね。はいはいはい、あ、でも一回、タバコ見つかったんですよ、ね。タバコ見つかった。寮で。うん、あの、自主トレすごかったじゃないですか、100メートルダッシュ。きつかった、きつかった。で、首脳陣が初日に消えたの知ってます。うん、首脳陣全員消えたんですよ。寮の見回り行ったらしくて、うん、僕と、今の GM の鍋ちゃんと中津さんの部屋から、うん、未成年者の部屋から、うん、タバコかと酒が出てきたって言ってで、その時だけ監督室呼ばれて、うん、で、監督に怒られた。広岡さんに。広岡さんに、お前いくつからタバコ吸ってんだって。いや、このちっちゃい時からって誰がいつからだって言ったら、おふくろが言っていましたって。
酒はいつから飲んでんだったから、あの、うん、小学校はあたりその清岡さんにお前はじゃあ親が人殺せったら殺すのかって怒られただけしかない自立指導的なものなかったんだ。全くなかったです。え、その時二軍監督誰？日野さんです。おブチマと呼ばれた日野さんか。めった打ち食らいましたよ。本当めった打ちです。日野さんか。中日の OB ですよ。そうだよね、はい、そうだよね、はい、あだ名ブチマですからね。ブチマ中央大学。田尾さんはどう思ったんですか、そのセーブ来て。いや、僕は驚いたのは練習すごいするなっていうね。あ、やっぱし。で、休みがない。はい。だってあの1年目ね、まあ、ベテラン何人かはさちょっと休みって作ってくれたけど、はい、ほとんどの人さオールスターまで多分1日も休んでないでしょかな、うん、ほとんどもうあの移動日でも必ず移動してユニフォームに着替えて、はい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 、練習っていうのが普通だったの、うんうん、うわこんな練習するのって思った。あれ自主トレいました？いないよ。いたらもうブーブーいた。だって自主トレの最後の方が24日にはトレードだから。あ、そうなんだ。そう、あの合同自主トレがきつかったんだよ。石毛さんも走ってましたもんね。うわめちゃくちゃきつかったんですよ。だまだ石毛中堅ぐらいのイメージだもん、まあ、あのえ、タワ先輩が来られたのはいくつの時でした？301くらいかな。31、うん、そう、それが27、8。そう、あ、そうでしょ。なんか中堅だけど、はい、もうあのまとめ役みたいなね。そうですね。特にカメラ回った時の優等生ぶりはすごかった。中畑教師から1、2、3しかって言ってそういう、お前を招くのもやばいからだよ。本当にこいつカメラ回ったら人格変わるな。あとその若手に対するスピーチも、うん、石毛さんは半端じゃなかったです。いつから考えてるのかなぐらいね、はい、まとめてね、毎日あんだけよく喋れるなって。あれ中畑さんの影響ですか？え、中畑さん部屋長だから。1年の4年の部屋長だから。そうか。で中畑さんの同級生なんだ。同級生なんだ。全日本で一緒になってんだ、学生時代。そうそうそう。はい。はい、そうなんだ。はい、だからあの28年まではね、みんなおかしい。いや、あのね、一つちょっとね、あの確認したいことがあってね。はい。あの年、日本シリーズで、あ、違う。それはその次の年はデイブが入った年だ、はい、あの86年、はい、86年にね1分け3連敗4連勝したじゃん、はい、広島に、はいはいはい、あの3連敗した時にもう森監督がもうミーティングなしだと、うん、で野手だけで、いや選手だけでやってくれって言って、うんうんうん、あの時選手集まってさ、はい、それであの時ねあの石毛のあの YouTube 見たら、いやこれ、ま、一回も勝てないのかっこ悪いぞみたいな、東田さんと二人で喋ったけど、はいはい、そんな話はしなかったと俺は思ってるの。あ、みんなの中ではね、なかったですかね。あの時言ったのは、はい、僕が覚えてるのはもうこっから4連勝は絶対ないぞとね、絶対ないよ。あの石毛さんがですか？あれね、ちょあの東尾さんか石毛がどっちかが言ったと思うんですね。選手のミーティングですか？ミーティング、もう選手だけのミーティングでね。だってそれで4連勝したのは西鉄ライオンズしかないんだから、うん、ね、勝てるわけないんだよ。だからもう負けたらその次の 日に西武の何だったっけ、あのゴルフ場、強昇格というと、あ、ゴルフ場ありました、西武園、はい、西武園のゴルフ場にもう10時に行ってみんなでゴルフしようっていう話をした。そんな節だろうな、そんなこと言いませんよ。いや言ったと思う。いやいや、多分じゃあトミさんとのあれかな、ちょっとこれパリーグの覇者として、うん、これ一つも勝てないな、みっともねえな、うん、だからそれは多分ね、2人だけの話だと思うのよ。あ、あのみんなの中ではそんな話聞いたことないもん。そうでした、うん、もう勝てないから負けた、まあ、それは勝てると思ってないよ。僕アメリカ行ってた時そうそう、秋山さんが爆笑した時ですか？そう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 、広島戦で、そうそう、工藤がさよならヒットを打ったりね。あの時ね、西武ライオンズ球場で工藤が、うん、本当に DH なんで、うん、DH なくて、なくてあいつが津田から打ったんですよ、さよならヒットを打ったんですよ、うん、それで1分け3連敗1勝、はい、まあ一つ勝ったからいいやって、広島遠征、はい、すぐ帰ってくるからパンツの着替えなんかいらねえよなってもういいやろみたいな。そしたら2つ勝ったら、はい、ちょっと頑張るみたいな、そうなんだね、ちょっと頑張ろうよみたいな、パンツどうすんだよ、スラパン履いとけみたいな。いやだけどあの時の森さんはさ、俺森さんとはあんま会わなかったけど、うん、だけど誰とも会ってないくない。そんな問題児か。本当天真爛漫なんで。多分石木さんより僕のがフジテレビでお世話になって、ああああびっくりするのたくさんあります。発言にはあの案外ね、無頓着だよね。まあそう、無頓着ですよ、パリタイプで、はい、人に嫌われるのは全く気にしないですから。はい、はい、そういうのも感じてないから、ね、感じないですからね、感じないですからね、いい鈍感力ですね、鈍感力ですね。